どうしたんですか？あ、知ってますよ。私がご案内しましょう。一緒に行きましょう。じゃあここが伊佐木町の友影ご飯の店、食堂亀一です。じゃあ一緒に入ってみましょう。伊佐木町には西日本最大級の養鶏場があること、そして日本の棚田百選に選ばれている棚田では美味しいお米が作られていること、そして私たちの大先輩明治台を代表するジャーナリスト岸田銀行さんが卵かけご飯が好きだったということから、伊佐木町では卵かけご飯での町おこしを始めました。このお店は卵とご飯のおかわりが自由です。たくさん食べてね。美味しいからといって欲張っての食べ過ぎには注意しましょうね。